皆さんどうもこんにちは、塚田浩二です。さあ今日は明日2月17日木曜日のメロディア東京で行われる石飛製薬の企画純不透明を噛み締めてという企画のリハーサルです。どんな音ができるか楽しみですね。こういう時はケミストリーがいっぱい起こるので楽しみましょう。イエイ。はーい、ありがとうございます。石飛製薬です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やったー、今日リハーサルということで、はい、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございます。企画呼んでくれて本当ありがとうございます。いえいえ、こちらこそ出ていただいて本当にありがとうございます。楽しみですね。はい、楽しみです。よろしくお願いします。お願いします。これから行ってきます。 Go。 今日は君の夢を見ながらすやすや眠ろう。 Hey！ どうなるか。インスタ企画やるのって初めてなんですか？初めてです。あ、もうガチガチの一人の企画は初めてなんですけど。あれ、専属音楽大学出身でしたっけ？そうです、そうです。じゃあすごい、やっぱでも曲やっぱ聴いてたら理論とかなんかすごいコード進行とかめちゃめちゃいいっすもんね。いやありがとうございます。最高なんちゃう。めちゃめちゃ論理的に作ってるんで。あ、やっぱそうなのか。やっぱ考えられてるんですよね。やっぱりファッションで作ってる方には劣るんですけど。いや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 、すごいっすね。いや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 、いつから始めたんですか？ピアノの方でも先に始めました。そうなの？うん、ピアノ小3ぐらいに始めて、それこそもうクラシック先やってたんですけど。いいね。もう早々に飽きちゃって、クラシック飽きちゃったの？ちょっとそれからポップスっぽい感じで始めました。でもなんか根っこにポップ、あのクラシックがあるんだ。もうないですけどね。あ、じゃあすごい。よろしくお願いします。お願いします。OK です。では行きます。はい。スーパーマンのやってきます。ああ、いいですね、いいですね。ありがとうございます。いえ、こちらこそ。いや、めちゃめちゃいい感じですね。いや、やっぱ生で聞くと全然違いますね。あ、ほんとですか。うん、いやいや、あれ一番最後の玉盛りたいってとこあるじゃないですか。はい、そこだけ表声で玉盛ってて、はい、そうだ。それ以外はちょっと裏でいて、最後にこう自分のパワーみたいなものをスーパーマンの自分ちょっと強くなってんだぜみたいな、あ、なるほど、ストーリー感を出したくて、うんうん、一番最後ちょっと表声で行こうと思ってます。わかりました。あの声が枯れても裏返っても、わかりました。そのダサさゆえかっこいいみたいなところを目指したいなと。わかりました。思います。どうですか、なんかやってみて気になるとことか行動感とかなんか気になるとことかありましたか？はい、A メロの、はい、後半の絵に変えたよ、サビの4拍目、はい、Em7、ルートは変わらずです。ルートは変わらずです。わかりました。はい、一番サビ終わりの2番の頭につながるところで、はい、あの1回、これってどのタイミングですか？ララ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  あのイントロの、あ、そうですよね、そこ も一緒ですよね。そうです、一緒です。僕もいろいろ今考えてて、はいはい、なんかその製薬の今回企画で、うん、せいやくんを僕すごいやっぱ引き立てたいんですよね。すごいやっぱ引き立てたいというか、いやいやいや、やっぱせいやくんが前にちょっと出てほしいのがあって、うんうん、A メロの僕みたいなってとこ、ピアノとボーカルだけだったらどうですかね。
あ、いいですね、いいですね。いいですか、はい、じゃあ、じゃあ。っていうのが僕のちょっと一つ、ご案なんですけど、はい、いかがでしょうかね。ぜひぜひ。あ、本当ですか、ね、はい。いろいろ考えるんですけどね、一番は逆にピアノだけで歌うとかもいいなとか、いろいろあると思うんですよね、なんか。しっとりな感じで。そうなんです。で、ビニー終わりの B メロとか、あの、そのサビ、あの、ピアノのソロとか、よかったら弾けたらよかったら、あ、じゃあちょっと。チャラフって出てもらえたら、いいかも。え、で、キーワード、一緒にしてああ、いいですね、いいですね。ちょっと紹介するように。はい。せいやくんがその人主役だから、うん、A メロがじゃあちょっとピアノバージョンやってみてもいい？やりましょうか。やるようにします、はいはい、でちょっとその後は1番がピアノバージョンでちょっとやってみて。わかりました、お願いします、はい、いいえ、ごめん。僕みたいなちっぽけな男が駆け抜けたい、やりたくて、はいはい、ここいいっすね。なんかその影に隠れ、ちょっとここ、ちょっとここメリハリつけたいですね。ゆりぼっちで流して、いいですね。最後のあのこっちんとこ、うん、今みたいにちょっと僕ちょっと今落としちゃったんですけど、はいはい、あの飛べるさ、ここの、あの今までストロークだったんですけど、うん、今ちょっとアルペジオに変えてみたんですけど、はい、どうでしたかね。でも僕こっちの方が好きかなって。あ、僕もこっちの方がいいと。あ、本当ですか。好きなような感じですね、うん、のでじゃあこっちで落としてみますね、はい、ここ、うん、ちょっと音楽で、ま、食ってこうみたいな、やっぱり、はい、もうやっぱずっとある感じですか。そうですね、もう高校ぐらいの時に音楽でやっていきたいなっていうのはあって、そっからですかね。出身って茨城です。茨城県、はい、茨城です。茨城、はい、納豆のそうそうそう有名な土地ですよね。そうなんですよ。あのファンの方が茨城にいまして、はいはい、茨城です。あの茨城、そう、茨城にいましたいいですね、はい、あの納豆とかよく送ってもらったりとか。ああ、いいですね、いいですね。茨城の納豆すごい美味しいですよね、うん、茨城のいいところを一つ。なんだろう、茨城のいいところ、うん、駐車場がでかいすごいつきますね、やっぱね、うん、今なんか僕もあの歌い回しも変えたりとかしようかなって、はい、じゃコーラスとかも一番はなしみたいな。なしの方がいいですよね。で僕も、うん、途中で、ね、今、はい、ね、サード気づいてくださってますので、すごい、うん、僕もその形でいいと思います、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃいい感じにまとまったんじゃないですかね、うん、いいじゃないですかね。どうですかね、うん、すごくいいと思います。あ、本当ですか、はい、僕もちょっと歌ってて気持ちいいですし、良かったです。はい、なんかちゃんとあの音で会話ができてる感じがすごい、僕もちょっとするので、うん、あの気持ちがいいです。良かったです。ありがとうございます。いいっすね。そうなんですよ。あ、覚えてくれました、ね。覚えました。ありがとうございます。すいません、ちょっと僕もちょっとそこ知らずで。いやいやいや。そうなんですね。はい、駐車場がでかいって。でかいんですよ。ちょっと茨城、ちょっと今度ライブ行った時、はい、駐車場見てみます。ぜひ車で行ってください。車どこでも止めれる。やばいですね。いや、はい、ありがとうございます。当日よろしくお願いします。ますこちらこそ。いろいろね、石飛聖君のことを教えてください。ありがとうございます。ありがとうございます。どうですか、企画に向けて気持ち。いやー、もう今もちょっとリハしてたんですけど、うん、最高ですよ。いやー、本当にね、このね、あともあのリハーサルに行かれて、あ、そうですね、はい、あの本当に忙しい合間を縫って、ね、いえいえいえ、わざわざ来てくださって、いやこちらこそ嬉しいです、本当に、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。いえ、イエス、ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。今終わりましたけど、いや最高でしたね。どうでしたか。いや、こんな世界で一番かっこいい曲を、こんな世界で一番かっこいい、めっちゃ褒めてくれありがとう。いや、もう明日最高の夜になりますよ、これは。ぜひ皆さんね、明日来てくださいね、うん、絶対来てください。いや、ありがとうございます。楽しみにしてますね、はい、いや、今日本当にわざわざありがとうございました。変な変な変なです。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。
あのじゃあ明日よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。イエーイ、西富士聖也、イエーイ、ありがとうございます。